2003年4月。おお、これまだ使えそうじゃん。超ラッキー。マジでこれはでかいぞ。ゴミになる前に俺は近藤に拾われた。近藤のおかげで。やっぱりこの番組最高だな。わかる。司会のこの芸人天才だよな。俺は本来の存在価値を取り戻した。そこでそのセリフ泣ける。いやいや、泣きすぎだろ。あいつは俺が映すもので笑ったり泣いたりしてくれた。近藤は名もなき俺にビジョンと名付け。似たような事件が相次いでいます。世の中悲しいニュースばっかで嫌になっちゃうな。そう思うだろ、ビジョン。まるで人間と同じように話しかけた。近藤真希、テレビを見て楽しい気持ちになってほしいよ。こいつは部屋で一人でブツブツ喋る変わった男だとその時は思っていた。そんな近藤の生活は見てる限り忙しかった。やばい、遅刻遅刻、ロケだ。朝は早くに家を出ては、夜は遅くまでパチパチと何かをしている。資料明日の朝までって。おい、俺たち機械のように働いていた。そんな頑張る近藤を、いやもう絶対間に合わない。いつの間にか応援している俺がいた。テレビで面白いのやってるのないかい、ビジョン。仕事は深夜番組カモン。なぜ近藤はそんなに働いている。俺はさ、悲しいことを少しでも忘れられるような楽しい番組を作りたいんだ。それが電波で一瞬で世界中の人に届く。そんなすごいことってないだろ。あいつはテレビの世界を志し、それが夢だという。だからさ、その番組が流れる時にはさ、この部屋でビジョン一緒に見ような。なんだかわからないけど嬉しい気持ちになった。そのために日々走り続けていた。やべえ、資料終わってないけど行ってきます。ずっと深夜番組見てたろ。だけどテレビの制作現場は想像以上に忙しいらしい。今度全然帰ってこねえな。もう4日目だぞ。1週間帰ってこないなんてザラだ。久しぶりに帰ってきたと思ったらもう無理。風呂くらい入れよ。髪テカテカじゃねえか。風呂も入らず寝てしまう。そして電話、斉藤ディレクターから。近藤、てめえいつまで休むつもりだ。さっさと戻ってこい。はい、すみません、今行きます。2時間しか寝てねえぞ。俺が映すテレビの世界は大変なんだと思った。近藤の仕事はアシスタントディレクター。おつえんだよタコ、 AD のくせに2時間も寝てんね。すみません。簡単に言えば一番下の下くらい。その現場は想像以上に厳しいらしい。近藤、この前の領収書早く出せよ。すぐ集めます。とにかくいろいろなとこから詰められる。どけ、そこ映り込んでるよ。すいません。今度全然編集終わらなくてよ、横で一緒に手伝ってくれ。え、了解です。言っちゃ悪いが人権なんてないようなもの。それでも近藤の心は折れなかった。今日は企画書20枚書くまで寝ない。見ててくれビジョン。何ヶ月かぶりの休みだろう。今日くらい寝ろよ。ここを乗り切れば報われる。絶対面白い番組作ってよ。結局2枚で寝てるじゃねえか。そして何日か経った。ビジョン、珍しく近藤が慌てて帰ってきた。やったよ、俺の企画書が通ったんだ。すごくないか。なんと話によると企画書が通り、特番で1回だけ試しに放送してみるというもの。深夜の20分の枠らしいけど。やばいよな、頑張ってきてよかった。近藤は涙を流して喜んでいた。そしてそれはよかったな。俺も心から嬉しかった。いつの間にか俺は自分が思うよりそれを望んでいたらしい。まあそれもそのはずか。1時間寝れる。ふむふむ、カットはそこで終わるのか。一番近くで近藤が頑張っている姿をずっと見続けてきたし、何より近藤はゴミとなった俺に存在理由をくれ。うお、これまだ使えそうじゃん。この部屋でビジョン一緒に見ような。しかもその自分が作った番組を俺で見たいと言ってくれたのだから。そしてその日から近藤はさらに働いた。うお、明日はキャスティング会議。アシスタントディレクターという立場だががむしゃらだった。
ただそれと同時に衰弱していっている近藤もいた。眠い。でもあと少しで放送だ。目の下すごいクマだぞ。ただ近藤は突き進んでいた。自身と俺の夢のために。そして運命の日は来た。さあもうすぐ始まるぞビジョン。自分の番組が何日も寝ないで準備してきた番組だもんな。俺も気合い入れて映すよ。ところが、え、今からですか？でも一本の電話が全てを変えた。放送は夜の11時。でもじゃねえ、15分で来い。編集終わんねえ。ディレクターの斉藤から呼び出されてしまったのだ。そして仕事だし行かないと。近藤、それでは次のコーナーです。近藤はテレビも消さず家を飛び出した。夜の11時。面白えよ近藤、お前すげえよ。誰もいない部屋にあいつの作った番組が流れた。仕事だからしょうがない。近藤は見れただろうか。ただ一緒には見たかった。どんな顔して近藤がテレビに釘付けになるのか見たかった。まあ帰ってきたらあいつの喜ぶ顔だけでも。しかし朝になっても近藤は帰ってこなかった。そしてあるニュースを俺は流していた。未明、都内の道路で発生した交通事故により1名が死亡とのことです。亡くなったのはテレビ番組の制作会社に勤める近藤正樹さん。交差点に飛び出したみたいですね。はあ、突如流れたそのニュースに俺は耳を疑った。ニュースによると近藤は走って会社に向かっている途中。嘘、危ねえぞ、どけー。車に轢かれて死んじまったらしい。ニュース番組内では近藤の労働環境が問題視された。労働環境に問題はありませんでしたよ。睡眠時間もちゃんと確保してたし、休みもありました。しかし実施されたインタビューで、まあ必要以上に頑張っちゃう子だったんで無理したんですかね。結構頼りにしてたんで残念です。ふざけるな。あの上司はイケシャーシャーと嘘をつきやがった。そして結局こうなる運命だったのか。俺は回収業者によって樹海へと運ばれた。だけど俺は受け入れられなかった。やっぱり許せねえ。なんで近藤が死ななきゃならなかったんだ。ふざけるな、ふざけるな。俺の心は憎悪で真っ黒に染まりきっていた。それからどれだけの時間が経っただろうか。何度も雨に打たれ、何度も強い風を浴びた。近藤、畜生。俺の怒りはあの日から時間が止まったまま冷めることはなかった。その憎悪が起因したのか、なんだ、なんで電気も通ってねえのに画面がついた。はたまた違う何かの力が働いたのか。一体俺に何が起きたんだ。俺は息を吹き返し、意志だけの存在から実体になったんだ。ただ奇跡だろうが何でもよかった。できる、俺ならやれる。神様になるチャンスをもらったんだ。それから俺はゴミを漁り、いろいろ集めた。テレビから流れてくる情報を勉強した。ここは都合よくいろいろなものが流れ着くゴミ山。絶対完成させる。パーツを集めるのに何十年もかかった。そのうち画面に映したものを具現化できる能力があることに気づいた。画面から取り出せる大きさまでか。火花、クソ。何度も失敗を繰り返し、そのうち廃材の中から仲間も作った。もう少し。本当にできるのか。話し相手が欲しかったのだろう。そして俺はできたぞ。これで近藤を救える。わあ、すげえ。長い時間をかけてついにタイムマシンを完成させた。あの日に戻る、近藤が死んだ日に。ここまで来るまでに何年何十年経っただろうか。ただあの恨みを忘れた日なんて一秒もなかった。さあ全てを元に戻す。そして俺はあの日にタイムスリップした。過去に戻ることには成功した。いけたか。日付は合ってる。時間も10時50分。近藤に電話がかかってくる時間。あの日に戻ることもできた。成功だ。しかしこの姿では目立ちすぎる。ただそれもしっかり想定済み。これでいい。そして俺は向かった。なあ、マジで編集終わんねえ。あの男の元に。徹夜覚醒じゃんか。お前さえいなければ死んでもらう。なんだ、なんで近藤。近藤はこいつにずっと苦しめられていた。だから死んで当然だ。死ねえ。やめろ。だけど、うん、させるかよ。
想定外のことが起きた。誰だ？そこで出会った巻き戻しとかいう謎の能力を持った男のせいで。殺させはしない。なんだお前、その男を救う価値なんてない。全てが狂った。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。